ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はこちらね。異常すぎる擬態能力を持つ生物40選、リライト総集編。40選、いくらなんでも多すぎない？しかも、異常な擬態能力持ち。それをその数とかすでにヤバいんですが。大丈夫だぜレ夢ム。好きな人にとってはたまらない、最高にハッピーな時間をお届けするぜ。いや、私にとっての話なんだけど。って待った。なんかデジャブ猫の会話。というか、リライト総集編って何？デジャブなのは気のせいだろう。今回は今まで紹介してきた子たちを改めてまとめて紹介しようと思ったんだ。この際、総集編として書き直してな。昔の動画はミスも多いし無駄も多い。今回は総集編ということで見やすく楽しみやすくなるように満足いくまで撮り直すぜ。なんてことを思いつくんだか。ということで、昔見た人も楽しめる総集編、驚異の擬態能力持ちの子たちの紹介を始めようと思うぜ。ちなみに恒例となるが、レ夢ムには全てを忘れてもらって、もう一度楽しんでもらうからそのつもりでな。は？恒例？何が？ということで準備 OK だな。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。最初はこの子、スパイダーテイルドクサリヘビを紹介するぜ。この子は2006年に新種認定されたクサリヘビの一種。主にイラン西部の砂漠に生息しているぜ。特に砂漠の岩場に生息しており、鳥などを捕食して暮らしている子だ。おお、ヘビ。顔がゴツゴツしていて、特殊な感じのヘビね。これ、色がむちゃくちゃ地味なんだけど、やっぱりこの体色が今回の題材の擬態に繋がるのかしら。そうだぜ。こちらを見てくれればわかるはずだ。おお、これはかなり、すっぽい景色に溶け込んでるわね。目の色が体の色と同じだし、やっぱり周囲の景色の色と同じ岩っぽい色だし、これぞ擬態って感じだわ。ああ、この子は生息地である岩場の色合いに近い体色を持っているんだぜ。だがなレ夢ム、この子の擬態の真骨頂はそんなところじゃないんだ。え、他にも何かあるの？ヒントはこの子の名前だぜ。スパイダーテイルド鎖ヘビ？直訳すると雲の尻尾の鎖ヘビってところかしら。ああ。そして、その名前が表す通り、この子の尻尾部分には特殊な偽装が施されているんだ。この頭の横にある丸みを帯びたところが尻尾の先であり、その特殊な偽装となっているぜ。ああ、これが尻尾の先だったのね。で、特殊な偽装。名前の通り、雲のような尻尾、と。この写真だともっとわかりやすいな。おお、そうね、これだと確かに雲っぽく見えるわね。地元では以前から知られており、科学者らは当初、クサリヘビの尻尾が腫瘍かなんかで肥大したものと考えていたのだが、同じように尻尾が雲みたいなことになってるクサリヘビが他にも複数いたことから、この子はもともとこういう機能を携えているということが明らかになったんだ。進化の過程で、尻尾の先を雲に擬態したってわけね。その通り。擬態とは自衛以外にも、獲物を捕獲するための罠として機能させるものがある。この尻尾はまさにそれなわけだ。雲のような尻尾は、釣りのルアーのような役割をしており、尻尾を振ることで、雲を主食とする生き物をおびき寄せ、食いついたところを襲うんだぜ。ほへー、なるほどねー。でも、ちょっと信じがたいのよねー。言われれば雲っぽくは見えるけど、言われなかったらただの小太トゲって感じじゃない？そこまですごい擬態ではない気も。これを見ても同じことが言えるかな？すごいわ。これは確かに雲に見えるわね。だろ？スパイダーテイルドクサリヘビの縄立てじゃないぜ。こんな感じで、雲に擬態した尻尾を使って、獲物をおびき寄せて狩りをするんだ。どれほど、それが効果的なのか、それは次の映像が物語っているぜ。まさか、狩りの映像があるの？ほんのりショッキングなところもあるから気をつけてくれよ。え？これはなかなか。なるほど、確かに右の方に雲っぽいものが張っているのが見えるし、岩に紛れてヘビがいるのもわかるわ。疑似餌である尻尾におびき寄せられた鳥にめがけて、だいたい 0.2 から 0.5 秒ほどで飛びかかり、牙に仕込まれた毒により仕留める。スパイダーテイルドクサリヘビは完璧なハンターだぜ。どうだ、レ夢ム、かっこいいだろ？これは見事なものだわ。ちなみに疑似餌を使って獲物を捕らえるヘビはそこそこいるが、通常その作りはごくシンプルで、尻尾に白や黄色などの色がついた、ちょっと目立って食いつきたくなるくらいのものなんだ。ここまで精巧な擬態をしたヘビはスパイダーテイルドクサリヘビくらいなんだぜ。すごいわねー。ただ、一応補足はしておくが、その精巧さが災いしてか、そこそこ脆く傷つきやすく、鳥につつかれてすっぱり切り落とされてしまうこともあるようだぜ。それも納得の出来って感じね。ここまで精巧だと繊細さがあるし、簡単にちぎれちゃいそうだしね。これはマジで異常なまでに擬態がうまい生物だったわね。では次だな。お次はこの子、ミミックオクトパスを紹介するぜ。この子はマダコ科に属するタコの一種。世界中の海に生息しており、特にインドネシアの近海で発見されることが多い子だぜ。おお、タコ。なんか不思議な色のタコね。ああ、そういえば、タコって擬態できるのよね。確か、カメレオンとかと同じように自分の体の色を変えられるとかなんとか。なかなか博識じゃないか。その通り、タコの多くは自分の体の色を変化させて、周囲の景色になじませることで擬態する能力を持っているぜ。また、実は知られていないがカメレオンは体色変化にかなり時間がかかるのに比べ、タコは瞬時に体色を変化させられるという違いもあるな。へえ、そうなのね。種族としてタコの擬態能力はなかなかに優秀なんだが、この子はまた一味も二味も違うぜ。それゆえにこの子は擬態という言葉そのものが名前に与えられているんだ。あ、ミミックオクトパス。ミミックってのが擬態って意味なのか。だぜ。ミミックとは擬態、真似をする、という意味があり、この名前が全てを表していると言っても過言じゃないんだ。この子は比較的小型のタコで、腕を広げた大きさは最大で60cmになる。本来の体色は茶褐色だが、擬態を行う際は白と茶色の縞模様に。またこんな感じで黒色一色になったりとこの時点でレパートリー豊富だ。おお、すごい。一瞬で黒くなったわ。捕食時は周りの景色に溶け込むような擬態を行い、また、捕食されそうになった場合も同じように様々な生き物に擬態したり、景色に溶け込むように擬態を行うぜ。攻撃にも防御にも擬態を使う、と。主には防衛のために擬態するぜ。このような擬態はベース型擬態と呼ばれている。この擬態を行う生物は他にもいるが、この子は複数種類のベース型擬態を行うことに特色があるんだ。何種類の擬態を行うのか正確な数は不明だが、擬態の対象となるのは毒を持つ生物であることが多いぜ。毒を持つ生き物の真似をして、食べられないようにするってことね。例えばヒトデだ。ヒトデの多くはサポニンという抗菌性、微毒性のある物質を持つので他の生物に襲われにくい。この画像はうまいこと8本足のうち、3本の足を隠して、5本足にしてヒトデを模しているぜ。おお、これはわかりやすいわね。ちゃんとヒトデと同じように足の数を揃えるとか、完全に分かった上でやっていそうだわ。他にもこのように1本の腕を巣穴の外に出してじっとしていることがある。これは海蛇を擬態していると考えられているぜ。この縞模様といい、姿形といい、まさに海蛇って感じね。まだまだあって、例えば、移動中の話だ。この子は時々、こんな感じに腕をひらひらとさせながら泳ぐことがあるぜ。これは花見のカサゴなどに擬態していると考えられているな。へえ、こうやって比較されるとわかりやすいわ。確かに真似している感じは強いわね。また、それ以外の移動時はこのように足を揃えて平べったく丸い形になって泳ぐぜ。これはヒラメやカレイへの擬態と考えられる。水の抵抗をなくし、スルスルと滑るように泳ぐ様はヒラメそのものだぜ。おお、平べったくなって泳いでる。こうやって見ると、完全にヒラメに擬態しているのがわかるわね。それにしても、これだけ精巧に真似ているからには、やっぱり、自分が何のために擬態しているのかとか、理解して意識的にやっているのかしらね。おそらくそうだろうな。実はこの子に限らず、タコは知能が高い生き物なんだ。自分の行動が擬態であり、どういう効果があるのかは、完全に把握しているはずだぜ。そう言い切れる理由はあるの？ああ。興味深いことにミミックオクトパスは、遭遇した捕食者の種類に応じて、擬態する生き物を選択するんだ。例えば、スズメダイの攻撃を受けた時は、その天敵であるアオマダラウミヘビに擬態する、といった具合にな。ほへー、なるほどねー。で、敵に応じて、その敵の天敵を演じるようになって、気づけばレパートリーが増えていた、と。驚くことにそのレパートリーは40種類以上と言われているぜ。40種類。そりゃミミックの名前が付けられるわけだわ。一見すると普通のタコなのに、すごい擬態生物だったわね。では次だな。お次はこの子、ハイロモンキタイランチョウを紹介するぜ。この子はタイランチョウ科に属する鳥類の一種。南アメリカの雨林の中層に生息しているぜ。あら、なんだか可愛らしい子じゃないの。なんというか顔つきとか羽毛とかがあれね、ヒヨコとかと同じようにヒナってところかしら。素晴らしい着眼点だな。その通り、羽毛でピンとくるかもだが、こちらの写真はハイロモンキタイランチョウのヒナだぜ。わざわざヒナを見せたってことは、このヒナが擬態をするってことかしら。機体って見つかりにくいようにとか、そういうためのものよね。なんかすごい派手な色しててむしろ見つかりやすそうだけど。そう思うのも理解はできるぜ。だが、派手な色をした生き物は数多くいるし、そういった生き物は得てして毒を持っているものだろ。ああ、なるほどね。警戒色ってことか。つまり、警戒色を持つ他の生き物にこの子は擬態してると？一体、何の生き物に擬態してるの？それは画像を見ればわかるぜ。まずはこの子が擬態する時の姿を見てくれ。この独特なシルエットは、毛虫かしら？その通り、毛虫だ。同じ生息地を持つこの子、プスキャタピラーという猛毒の毛虫にそっくりなんだぜ。はぁ、もふもふじゃないの。やばすぎるでしょ。実際、かなりやばい子なんだ。非常に強い猛毒を持っているので人間にとっても他の生物にとっても危険なんだぜ。そんなのに擬態してるのか。話を戻して、灰色モンキタイランチョウは卵から帰った時から、目立つ明るいオレンジ色の毛に覆われているぜ。この写真のように猛毒を持つ毛虫そっくりの毛並みだ。また、色などが同じなだけではない。この子は見た目だけじゃなく、仕草もちゃんとトレースし、実際の毛虫のように見せて周囲を惑わすんだぜ。何この動き。超毛虫って感じじゃないの。容姿だけじゃなくて、仕草も立派に毛虫だろ。うわ、本当に毛虫にしか見えない。この子は子育て期間が比較的長いので、自分を守るためにこうした進化をしたのではないかと考えられているぜ。さらに、ヒナ鳥は親が巣に戻ってきても、他の鳥のようにすぐには餌を要求しないんだ。これは巣にやってきた鳥が親なのか敵なのかわからないからではないかと考えられているぜ。つまるところ、かなり慎重だし臆病ってことなのね。慎重で臆病、そして擬態も相まって、生存率を高めているわけだな。本当に生き物ってのは興味深いぜ。そうね。灰色モンキタイランチョウ。毛虫に擬態するとは恐れ入ったわ。では次だな。お次はこの子、ヘメロプラネス・トリプトレムスを紹介するぜ。この子はスズメガ科ホウジャクアカに属するガの幼虫で、メキシコから中米、南米の広域にかけて生息しているぜ。うわ、今度はイモムシ。そう、みんな大好きイモムシだぜ。そのみんなに私を含めないで。このイモムシ、特におかしなところなくない？擬態しているように見えないわけだな。ただの大きめな青虫って感じで、特に特殊な模様とかそういうのはないわよね。敵も何もいない平時であれば、な。ってことはまさか、敵に会ったら姿を変えるとか？そのまさか、これがこの子の真の姿だぜ。は？いや、これはヘビよね。イモムシどこ行った？よーく見てみればわかるぜ。まさかだけど、さっきのイモムシの真の姿なわけ？だぜ。この子はまさにヘビに擬態するイモムシなんだぜ。マジかよ。普段はどこからどう見てもただのイモムシで、キョウチクトウ科やガガイモ科の植物をもぐもぐと食べる姿がキュートだ。そんなキュートなヘメロプラネス・トリプトレムスだが、この子は危険を察知すると仰向けにひっくり返り、胸部にある散水の補脚も引っこめて擬態を始めるぜ。胸を大きく膨らませ、眼状紋を誇示し、その姿勢はどこからどう見てもイモムシのそれではなく、完全なヘビとして敵対者には映ることだろうな。うわ、完全なヘビじゃないの。見事な擬態だろ。これは本当にすごいわね。人間でさえ見分けがつかないほどの出来だ。人間ほどの精密さを持たない目を持つ生き物が見たら、この子がヘビに擬態していると疑うことは困難だろうな。ということで、どれほどのものかは映像でも確認しようか。このように刺激されたり、天敵に出会うと警戒態勢を敷くぜ。どう見てもヘビだわ。この曲線的な姿勢といい、明らかにヘビを模倣しているのがわかるだろ。姿だけじゃなくて、仕草や動きすらトレースするのはすごいを通り越して不思議よね。灰色モンキタイランチョウといい、こいつといい、本能として刻まれているのかしらね。だろうな。これも取捨選択された結果だろうぜ。この姿勢を取る個体が生き残りやすかった結果、今のこの子が完成したんだろう。うわ、つい見入っちゃった。イモムシだってのに私が見入るとは恐れ入るわマジで。では次だな。お次はこの子、フクロウチョウを紹介するぜ。うわー、なんかやばいやつ来たー。なにこれ怖い。目玉やばい。光が灯ってなくて怖すぎる。あ、こいつ、もしかしなくてもがね。これ、目じゃなくてあれだ、眼状紋よね。ご明察、よくわかったな。だが、惜しい、この子はガじゃなくてチョウなんだぜ。この子はタテハチョウ科ジャノメチョウ赤フクロウチョウ属に属するチョウの一種だ。メキシコ、ペルー、エクアドル、グアテマラ、アマゾンなど、主に中央、南アメリカに分布。熱帯雨林や雲武林といった大自然に生息しているぜ。日中は狩りに出かける鳥などの捕食者が多いため活動することはなく、夕暮れに活動を開始する。腐った果実や樹液を吸ってひっそりと暮らしていることが多いようだ。ガじゃなくて蝶。この化け物みたいに暗い模様で蝶ってのが信じられないわね。暗い色合いで複雑な模様、また、光に惹かれる性質があって、人工照明などに寄ってくることもあり、ガのように思われがちだが、この子はれっきとした蝶なんだぜ。見た目以外にもガっぽいところばかりなのに、それでも蝶とか信じられない。でも、確かに模様がなければ蝶みたいな羽や体の形、かしらね。その模様がヤバすぎて想像しにくいんだけど。フクロウ蝶のフクロウって、やっぱりあのフクロウよね？ああ、鳥類のフクロウだな。先ほど霊夢が驚いていた通り、この子は羽の裏側の眼状紋が特徴的とされているぜ。羽の表側の前肢の下地は茶色で黒い歯脈があり、模様はない種がほとんど。羽の裏側は表側と全く異なり複雑な模様をしているぜ。巨大な眼状紋はフクロウの目に見え、また複雑な模様部分はフクロウの羽の羽毛状にも見える。他にも木の樹皮のようにも見えるとされ、それぞれに擬態していると考えられているぜ。なるほど、それでフクロウ蝶なのか。眼状紋がヤバいのはわかるけど、そんなにフクロウの目っぽいのかしら？あんまりわからないわね。そう言うと思ったので、どれだけフクロウの目っぽいのかわかる画像を用意しておいたぜ。え？フクロウとこの子を合わせると、このような見た目になるぜ。ひえー、怖すぎる。でも、これは、確かにフクロウの目。マスクしてるみたいに見えるけど目の部分に違和感がない。ごめん嘘、ハイライトがなくて違和感あるわ、怖いわその目。好評なようで何よりだぜ。この子の眼状紋の素晴らしさが伝わったならわかるはずだが、やはり多くの人がこの目に魅了されているぜ。中にはこんな風に一緒に自撮りして楽しむ人もいたりな。怖えよ。なんつう楽しみ方してるのよ。探せば相当な数の自撮り写真が見つかるぜ。うわ、みんな楽しそうにまあ。よくそんな手づかみしたり、顔の近くに持って行ったりできるわね。毒があるわけでもなし、手づかみも顔につけるのも問題ないぜ。それにこのように果物でおびき寄せることもできて、捕まえることもそこそこ容易だしな。何その絵面、地獄かしら？恐ろしい眼状紋がいっぱい。いつかこの子たちに囲まれて一緒に写真を撮りたいものだぜ。では次だな。お次はこの子、グニョレリア・トリデンスを紹介するぜ。この子は5000種類ほどいるミバイカの仲間で、パレスチナ、サウジアラビア、トルクメニスタン、インドなどと広く分布しているぜ。ひえ、まさかのハエ。ドアップやめて。ドアップじゃないとこの子の魅力が伝わりにくいし仕方ないんだぜ。魅力って、あ、そうか、羽に何か模様があるわね、だからか。だぜ。羽にプリントされた模様が特徴的であり、これがとある擬態となっているんだ。この模様、何かに見えないか？早速擬態の話。直視したくないんだけど。じゃあ、羽だけにフォーカスを当てるぜ。あら、親切にどうも。親切か？さておき。ああ、黒っぽいところは目に見えるし、細い線は足に見えるし、体と楕円形のお尻っぽいところは。これ、もしかしてアリ？ご明察。透けた2枚の羽に、どう見てもアリにしか見えない昆虫の姿がプリントされているんだ。アリの6本の足や2本の触角、頭部、胸部、先細の腹部まではっきりとわかるぜ。おお、アリと並ぶとそれっぽくは見えるわね。せっかくなので、ドアップの映像も用意したぜ。わざわざドアップなものを用意しないでいいわよ。さっきから、羽だけを見せびらかすように動かすのがいやらしいわね。この羽の見せびらかし方が重要なんだと思うぞ。どう重要だと？この子は外敵に襲われた時、羽を広げて突然複数の獲物が現れたり消えたりするように見せることで相手を惑わし、相手が混乱している間に逃げを打つ戦略を取るんだ。ああ、そういう使い道。結構、虫や動物というのは、突如相手が消えたりすることに敏感に反応するものでな、予想外に獲物が出たり消えたりすると、戸惑い警戒することがあるんだぜ。ほへえ、これも考えられた擬態ってわけねえ。見た目的にはさっきまでのフクロウ蝶とかには劣るけど、羽の使い方を含めると擬態としては劣っていなさそうね。ああ、どの子も効果的な擬態となっているはずだ。自然という神様が作り上げた芸術、感動的だぜ。では次だな。お次はこの子、カニクサスパイダーモスを紹介するぜ。何々この生き物。足がいっぱいない？あるわよね。どういうこと？本体から細い足が生えてるのに、なんか後ろの方にもたくさんの足が生えて。って、模様じゃないのよ。霊夢が楽しそうで何よりだぜ。この子は正式な和名はなく、この呼び名は英語の直訳となっているぜ。スァイダーと名前にあるガクモではなく、モスというようにガの一種なんだ。うわ、そうか、またガなのか。ガの羽の模様はどこまで多様なのよ。心の底から同意だぜ。この子の羽には見ての通り、まるで雲を思わせるような体と足が描かれているんだ。この子は2005年にタイで発見されたぜ。以前から、身を守るために雲の習性を真似するガがいることは分かっていたが、このような擬態は初めて報告されたという。この子は、生き物が全く別の種を真似たり擬態することで得をしている見事な例として知れ渡ることになったんだ。いやー、本当、すごい模様ね。足なんてちゃんと分かれているし、一本一本色が違って陰影が感じられるし、こらにしか見えないレベルだわ。ところでスパイダーモスってのは見た目通り名付けられたんだろうってわかるんだけど、果肉差の部分って何を表しているの？果肉差はこの子の主食であるツル植物のことを指しているんだぜ。へえ、聞いたことない名前だわ。日本はもちろん東アジアやオセアニアまで広く分布している子だ。道端にもよく生えているので見たことがある人も多いはず。ごく乾燥したところにもよく生育し、日向にも出てきて雑草的な性格が強いと言われる。名前の由来はカニの草であり、子供がカニを釣るのに使ったことがあるのに由来するというぜ。それでカニ草ね。なんか子供の時にザリガニ釣りしたのを思い出す話だわ。さておき、この子は繁殖力や生命力の高さから雑草として忌み嫌われることも多い。特に今ではアメリカにまでこの子は侵食していて、その繁殖力の強さから猛威を振るっているというぜ。ああ、外来種的な話ね。この草のせいで既存の生態系が崩れそうってことかしら。そう、まさにそういった問題があるんだ。駆除しても駆除しても生えてくるので現地の人たちは困っているという話だ。ふーん、この変哲もない草がねえ。って、話がむちゃくちゃそれちゃったわね。そうでもないぜ。このカニ草の話とカニ草スパイダーモスは実は繋がっていてな。ほう、というと？日本含むアジアやアフリカにカニ草がいることは話したが、実はそれほど生態系への影響は与えていないんだ。どれだけ生命力や繁殖力が高くても、異常なまでに増えることはないため、害はないと考えられている。でもアメリカでは違うんでしょ？そう、アメリカではカニ草は害となっている。では、なぜこうまで差が出てしまうのかといえば、このカニ草を食べる生物がアメリカにはいないことが原因となっているんだ。ああ、そういうことか。アメリカにはいないけど、日本とかにはカニ草を食べる生き物がいるから、異常なまでに増えることはないと。そういうことだぜ。と、ここで我らがカニ草スパイダーモスの出番だ。そんなアメリカの現状から、この子を広く輸入して繁殖させて、カニ草を食べてもらって生態系を元に戻せるのではと期待されているんだ。ほへー、よく考えるわねそんなこと。確かにカニ草の天敵を連れてくれば自然と繁殖も抑えられるでしょうし良さそうな案だわ。いつか、カニ草の問題をこの子が解決する未来が来るかもしれない。その日を楽しみにしているぜ。では次だな。お次はこの子、妻記者千穂子を紹介するぜ。はぁ、私は今何を見せられているの？妻記者千穂子という昆虫を見せているんだぜ。昆虫ってどこによ。葉っぱと木の枝しかないじゃないの。え、嘘でしょ？まさか、この木の枝が昆虫とか言わないわよね？そのまさかなんだぜ。この子、妻記者千穂子はシャチホコガ科のガの一種だ。北海道から九州まで日本全国に分布していて、他にも中国などのアジア圏にまで広く生息しているぜ。嘘でしょ。これ、ガなの？ああ、間違いなくガだぜ。いくつか画像を見せるので確かめてみてくれ。うわぁ、足が生えた。最初から生えているけどな。こうやって足が見えれば、こいつが昆虫だってのはわかるわね。ああ、確かにガにも見えるのか。にしても、この羽の模様、凄まじい精巧さね。いや、羽だけじゃなくて頭の部分もそうだわ。頭の部分の茶色がまさに小枝の折れた部分に見えるよな。そうそう、そうなのよ。それ含めて完全な枝にしか見えないのよ。せっかくなので映像でいろんな角度で見てみようか。こうやって動かしてみても、足が見えなければやっぱり小枝にしか見えないわ。この子、習性としては夜行性だったり、光に集まったり、擬態生物らしくじっとしていることが多かったりと、特筆することはないがではある。だが、そんなことはどうでもよくなるくらいに、非常にハイレベルな擬態として知られている。むしろ、語ることが野暮なほどだぜ。そうね。どれだけすごい擬態なのか、見た目だけで全てを物語ってくれているわ。この私がガだってことを忘れるくらいの姿よ。先ほど話した通り、この子は日本全国に生息している。もし見かけたら、見破ることができたら優しく観察してあげてほしいぜ。では次だな。お次はこの子、ゲホウグモを紹介するぜ。この子はコガネグモかゲホウグモ属の雲であり、多くの種が存在していてゲホウグモはその総称だ。日本では南部地域にて発見され、本州南部から南西諸島一帯で確認されている。国外ではインドからフィリピン、中国、それにオーストラリアに分布しているぜ。産地から平地まで、種として森林に生息しているが、人里でも見られるぜ。日中は活動しないんだが、夜は活発に動く夜行性の生物だ。夜間に円形の網を張ることで知られている。この子の網は網の目が細かいのが特徴的で、懐中電灯で照らすとよく光って見え、レコード盤のようと称されているぜ。おお、これはすごいわね。普通の雲の網とは全然違うわ。非常に芸術的な網を編むことで有名だぜ。また、他の特徴としては、ゲホウグモの仲間は、頭頂部が前後に長く、頭部が突出していることが挙げられるな。ゲホウグモの仲間は木などに擬態することが知られていて、歩脚を折り曲げ、それを頭頂部にかぶせて腹部に寄せて集めるといった奇妙な姿で普段過ごしていることで知られているぜ。実際に見るとこんな感じだ。うわ、なにこれ、なんか奇妙な姿。顔がちょっと覗いているのが可愛らしいだろ？樹状だとこのように完全に木に同化して見えるんだぜ。おお、確かに見事な擬態ね。このようにこの子は擬態の有能さで知られているんだが、これ以上にもっとすごい擬態の種もいるんだぜ。これ以上にすごいですって？今見てもらっているのは一般的なゲホウグモだ。実はゲホウグモはまだ和名すら定まっていない新種の子も多く、その子たちの姿が非常に奇妙であることで有名なんだ。新種のゲホウグモ？こちらが新種のゲホウグモだぜ。はあ、なにこれ、雲なの？どう見ても雲じゃないんだけど。どこが体でどこが頭なのかすらわからない。というか、その頭の方の伸びている突起は何？後ろから見るとこんな感じだぜ。うっぱ、これまた雲に見えない。ああ、そうか、雲に見えないってあれか、こいつ、何かに擬態しているってことか。だぜ。先ほども話した通り、ゲホウグモは擬態する子がほとんどであり、この子の場合はこの葉や枯れ葉に擬態していると言われているぜ。おう、葉っぱとかに紛れると確かにそれっぽく見えるわね。こりゃいるって知らなければ、気づくことすらできなさそう。この子は中国雲南省の熱帯雨林で見つかった新種だが、他にも特殊な姿をしているゲホウグモは多い。例えば、この子は和名があって、老六ゲホウグモと呼ばれているぜ。ひえ？足が長くて体が奇妙な形で、これまた地球外生命体っぽい。他にも老六ゲホウグモに近しい子で、こんなゲホウグモも存在しているんだぜ。蛍光色。足がさらに長いし、色合いが怖いし、頭の方の突起もさらに伸びてる。こいつが一番気持ち悪い姿しているわね。見事な造形だろう？何度見ても惚れ惚れするぜ。うわ、このアングルもきつい。同じ地球上にいるとは思えない造形の生物だわ。擬態能力だけでも素晴らしいのに、素の姿も素晴らしい。完璧な子だぜ。完璧にやべえ雲だったわね。では次だな。お次はこの子、タコヒトデを紹介するぜ。ふおお、直感でわかる。これは気持ち悪い生物。何よその無数の触手は。やばすぎでしょ、このシルエットは。こんな生き物がいるとも思えないし、まさか古代の生き物とかそういうやつ？うんにゃ、この子は現存する生物だぜ。マジ？冗談でしょ？この子、タコヒトデは極非動物門ヒトデコウマヒトデ目タコヒトデ科に属するヒトデの一種なんだ。タコヒトデ、タコよりも腕が多くない？ヒトデっていうのが信じられないような姿。ってよく考えたら、想像を絶するヒトデって前にも紹介されたわよね。確か、ミツクリザメとか風船ウナギと一緒に紹介された。よく覚えていてくれたな。想像を絶する姿のヒトデといえばこの子も外せないぜ。うわあ、余計なこと言った。写真引っ張り出してこなくていいのに。これ、テズルモズルだっけ？確かにこの無数の触手みたいな腕が、超エイリアン感いっぱいだわ。ということで、素晴らしいヒトデが他にもいることを思い出してもらったところで話を戻すぜ。この子、タコヒトデは日本固有種であり、北海道から本州北部の沿岸部の岩礁底に生息しているぜ。腕の長さは 15cm 程度だが、中には 20cm を超える個体もおり、日本沿岸産のヒトデとしては最長の腕を持つことで知られている。また、個体によって差はあるが、だいたい30本前後の腕を持つことが分かっているぜ。せっかくなのでどれだけ個体差があるのかを見せるぜ。このように腕の数や長さは個体による。だが、総じて腕は多くて長い。タコヒトデという名前は、タコのように見えることに由来していると言われているぜ。さっきも言ったけど、タコよりずっと腕が多いやんけ。他校超えてるのになんでそう名付けられたの？腕の数だけだとそう思えるかもしれないが、海底にいる時の姿を見るとわかるかもだぜ。この子は時々、こんな感じに自分の腕を絡ませて、体を丸めて海底に佇んでいたりする。この姿、まるでタコを彷彿とさせないか？おお、確かに。言われてみるとそうかも。本体部分が頭にも見えるし、腕が絡まっていてよくわからないから全体的にタコに見えるわね。とはいえ、海底よりも岩盤とかに張り付いていることが多いので、やはり見た目的にはタコではなく、触手だらけの人手だけどな。ひえー。こんなのと海水浴で遭遇したら失神しそう。遭遇したとしてもほとんど気づかれないがな。この子はタコに擬態しているかは断定できないが、岩などには確実に擬態しているんだ。ああ、なるほど。周囲の環境に擬態して身を隠しているタイプなのね。なので気づくとしたらこの子を直接触った時だぜ。この子に気づかず岩場に足や手をついてこの子を思いがけず潰してしまうなんてことが発生しがちだ。トラウマになるでしょそれ。想像すらしたくない。絶対ぐにゃぐにゃしてる。絶対パニックになるやつ。気持ちはわからないでもないが、そんな時でも冷静にな。この子の腕は非常にちぎれやすいんだ。誤って踏んだりするだけでもちぎれるし、慌てて離そうとしただけでもちぎれてしまうかもしれない。この子を守るためにも、なんとか平静を保って優しくしてやってくれよな。平静を保つとか絶対に無理でしょ。では次だな。お次はこの子、フリンジヘラオヤモリを紹介するぜ。わあ。ちょっと、いきなりなんなのよ。こわ。なんつう顔してるのよ。びっくりするじゃないの。いい表情してるだろ。心臓が止まるかと思ったわ。この子はハチュウコウヤモリかヘラオヤモリ属に分類されるトカゲの一種、いわゆるヤモリの仲間だ。マダガスカル島東部の原生林に生息するヤモリであり、夜行性、樹上性の子で普段は木に擬態してじっとしており、昆虫や節足動物などを捕らえて暮らしているぜ。なんか奇妙な体の色だと思ったけど、とかに擬態して身を隠しているのね。擬態している時はこんな感じだ。おお、すごいすごい。これは遠くからじゃまず気づかなさそうだわ。擬態時以外の姿が強烈なため、実はあまり知られていないがな。さておき、この子は平たい頭部と飛び出したような大きな目、ヘラ状の平たいを、背中側と腹部側の境目にぶら下がった小さな房飾り。つまり、フリンジのような装飾的な見た目から、フリンジヘラオヤモリと呼ばれるようになったんだぜ。呼ばれるようになった。ってことは最初は違ったの？実はこの子、以前はマダガスカルヘラオヤモリの名で呼ばれていたんだぜ。マダガスカル島には他にも様々なヘラオヤモリが生息していることから、特別にこの子を区別するために別名を与えられたという経緯があるぜ。なるほどねー。そりゃ同じ種の生き物が近くに生息しているんじゃ、名前も個別につけた方がいいわよね。ただ、どうしてこいつだけ特別になの？このヤバい顔が原因かしら？もちろんこの独特な可愛らしい表情も理由だろうが、どちらかといえばこの子がヘラオヤモリの中で最大種という点が理由だろうな。最大種、だと？でも、ヤモリって数センチくらいの小さな生き物よね。こいつはどれくらいなの？この子は最大でなんと全長30センチメートルほどにもなる巨大なヤモリとして有名なんだぜ。へ、何センチだって？まあ、写真を見た方が早いぜ。え？はぁー。でかすぎでしょ。この規格外のサイズ、たまらないよな。このサイズ感、そしてひょうきんな顔、すべてが魅力的であり、それが理由でこの子はペットとしても非常に人気なんだぜ。ペット？こいつをペットにしてるって？もちのろんだぜ。こんな感じにハンドリングしてめでている人も多いんだ。ひえ。やっぱり、でかすぎでしょ。この大きさだと重量感も十分で、ハンドリングには最適と巷ではもてはやされているぜ。マジか。こんな大きさの生き物、というか恐ろしい顔の生き物、暴れないかとヒヤヒヤするんだけど。おっと、それは心配ご無用だぜ。初めて見た人は驚くような見た目かもしれないが、その外見に反してこの子はとても穏やかな性格の持ち主なんだ。獲物を捕らえる時以外は非常にゆったりとした動きであり、ハンドリングしてもじっとしてくれるいい子なんだぜ。へえ、そうなのねー。じっとされるのも怖いわ。昔に比べて今では比較的安定して日本でも流通しているので、気になる方はペットにお迎えするのを検討してみてくれよな。本当にペットとして人気なのね。この顔でねー。この顔が一番の魅力なんだぜ。いや。だからほんとなんつう顔してるのよ。やっぱり、何度見ても恐ろしい顔だわ。こんなのをペットにとか、すごい世界ねー。では次だな。お次はこの子、ファイヤーバードフィッシュを紹介するぜ。この子は饅頭類科に属する魚の一種だ。ファイヤーバードフィッシュは英名で、和名は赤くくりというぜ。オーストラリア北部、メラネシア地域、フィリピンなど西太平洋に分布し、日本でも琉球列島以南でよく見られる子だ。ファイヤーバードフィッシュ。かっこいい名前。けどさ、ちょっと名前負けしてない？名前負けどころか、なんでそんな名前になったのかわからないくらいに普通の魚なんですけど。うんうん、気持ちはわかるぜ。それに、この見た目、いっちゃなんだけど、今回の題材には即さないわよね。なんというか、むちゃくちゃ地味めな熱帯魚って感じだわ。うんうん、気持ちはわかるぜ。気持ちはわかるが、何か種があると？そういうことだな。この写真はファイヤーバードフィッシュの成魚の姿なんだ。見た目がすごいのは幼魚の方であり、それがこの名前を与えられた理由でもあるんだぜ。なるほど。時期によって見た目が変わるタイプなのか。にしても、ファイヤーバード、火の鳥の魚なんて名付けられる理由となる姿ってこと？一体、どんな姿なの？こちらがその幼魚の姿だぜ。は？何これすごい。なんか輪郭だけ色がついてる。嘘でしょ、これが自然の姿だっていうの？驚くべき姿の生物だよな。ほんと、超びっくりの姿よ。人工的に輪郭を塗られたようにしか見えないじゃないの。この漆黒の体にオレンジの輪郭。確かにキャラクター的な火の鳥を想像してもおかしくはないわね。幼魚の体色は全体的に黒く、頭部、背びれ、尾ひれ、尻ひれ、腹びれは橙色で縁取られるんだ。この体色は有毒のヒラムシに擬態していると考えられているぜ。ヒラムシ？ヒラムシは、海洋性の生物で、岩の表面等を張って生活している子だ。このヒラムシの中でも、例えばオオツノヒラムシやツノヒラムシは、フグ毒であるテトロドトキシンを有することがわかっているんだ。初めて見る生物だわ。これまたなんか奇妙な見た目のやつ。ファイヤーバードフィッシュはこの有毒のヒラムシに擬態して身を守っていると考えられているわけだな。見た目だけじゃなくて、横向きに寝そべるような姿勢で泳いだりして、よりヒラムシの動きに似せるようにしていることもわかっているぜ。魚が横向きになって泳ぐって特殊ね。それだけで他の魚にはない理由があるってわかるわ。擬態のためなわけね。この子の成魚は通常、単独または数匹で、稀に大規模な群れを作ることもあるとされる。幼魚の場合はほとんどが単独で生活していることがわかっているぜ。小の岩陰や断崖で見られ、藻類や動物プランクトンを捕食しながら暮らしているんだ。また、成魚と幼魚の違いは生息域にも出ている。成魚は水深15から30メートルにいるが、幼魚の多くは浅瀬に留まって生活しているんだ。浅瀬にはマングローブや洞窟が多く存在し、隠れることができる場所が多いことが理由とされているな。納得の理由だわ。姿だけじゃなくて生息場所も選ぶとか、ものすごく慎重な生態を持つ子なのね。この見た目だと、どうしても観賞用に買われたりしそうなんだけどどうなの？幼魚については観賞用に販売されることもあるぜ。飼育が非常に難しいため、一般的ではないけどな。ただ、環境をきちんと整備してうまいこと飼育してあげれば、少なくとも5年は生きてくれるという話だぜ。5年か。それってもちろんとっくに成魚になっているわよね。そうだな。当然ながら、いずれ成魚の姿になってしまうことになるぜ。そういった理由からも、この子をペットにするのは一般的ではないわけだな。そうよね、幼魚の見事な姿が気に入って幼魚の時から買うことが多いでしょうし、成長して地味になっちゃうことが分かってたらね。もし、この子を飼ってみたいという人には、成魚になっても飼い続ける覚悟を持っていただければと思うぜ。では次だな。お次はこの子、ダンゴウオを紹介するぜ。この子はダンゴウオ科ダンゴウオ属の魚の一種で、ダンゴウオは科の代表となる子だぜ。日本近海に生息しており、青森県から新潟県、山口県、長崎県の日本海側に主に分布しているんだ。あらやだ、なんだか可愛らしい見た目の子ね。ダンゴウオ、つまりダンゴみたいな魚ってことよね。確かに丸々していてお団子っぽくて美味しそう。美味しそうだからと言って食べないようになれいむ。ともあれ、この子は水深20メートルより浅い岩礁域に生息していて、岩や海藻に張り付いて生活しているぜ。ダンゴウオは種類や個体によっても大きさが異なるが、成魚の場合の大きさは約2センチメートルが平均的とされるくらいに小さな魚なんだ。冬場は産卵のために浅瀬にやってきて姿を見ることができるため、真冬のアイドルとしてダイバーに親しまれているぜ。真冬のアイドルか。だいたい2センチメートルとかむっちゃ小さいし、実物はもっと可愛いでしょうし理解できる表現ね。そういえば、さっきから色々な体色の子が出てくるけど、厳密には違う種だったりするのかしら？うんにゃ、みんな同じ種のダンゴウオだぜ。この子は個体によって様々な体色があり、他の海水魚に比べて色の種類が多いのが特徴なんだ。赤色、白色、ピンク色など幅広く、環境によっても違った色の個体が見られるんだぜ。環境によってってことは、つまるところ、擬態に繋がる話なのかしら？その通りだ。この子は身を守るために環境に合わせた体色に変化させる場合があり、海藻、岩など、生息している場所に擬態して目立たないように体色を変化させているんだ。さらに、この子は基本的に夜行性であり、海などでも明るい日中はあまり見かけることがない。主に岩場などに隠れている場合が多く、日中は腹びれの吸盤を使い岩などにくっついてじっとしていて、さらに体色を環境に合わせるので見つけるのも困難だ。カモフラージュもそうだけど、このサイズじゃそもそも見つけにくいでしょうし、お目にかかるのも難しそうな子ね。海で探す場合は夜間にこの子が活動している時を狙うのが一番だ。ぜひ、試してみてくれよな。では次だな。お次はこの子、イチゴジャムウミウシを紹介するぜ。はい。この子はカドリナウミウシかチシオウミウシ属のウミウシの一種で、主に日本、フィリピン、モザンビーク、レユニオン島の近海に生息しているぜ。ウミウシ？これがウミウシ？どう見てもウミウシじゃない。完全に名前の通りイチゴジャムじゃないの。真っ赤なゼリー状の物体で、なんだかブツブツもあるし、どう見てもイチゴジャムだわ。こっちの写真なんて完全にイチゴジャムだよな。うっわ、すごい。イチゴジャムか、もしくは明太子の中身とか。もはや生物には見えない姿だわ。だが、このように立派なウミウシなんだぜ。この写真ならわかる。その耳っぽい突起、これはウミウシだわ。まさか、本当にウミウシだったとはねえ。ふふ、素晴らしい姿だよな。この子は全身が赤から赤橙色であり、最大で 55mm ほどの大きさまで成長するぜ。背面にくぼみがあり、また背面全体に中央のくぼんだイボ状の突起が散在し、それが模様のように見えてイチゴを彷彿とさせると評判だ。まさにイチゴジャムのような見た目から、この子はイチゴジャムウミウシと呼ばれるようになったんだぜ。これは満点の名前だわ。グーの根も出ないレベル。で、肝心の擬態の話はどこかしら？まさかイチゴジャムに擬態しているとは言わないわよね。そう言いたいところだが違うぜ。この子は擬態のためにこのド派手な体色を持っていてな。この子は赤い海面の上で暮らすことが多く、こうやって赤い海面に擬態することで身を隠して生活しているんだぜ。ああ、なるほど。さっきのダンゴウオと同じタイプだったか。これは一見しただけじゃ絶対に気づかないでしょうね。完全に溶け込んでいて見事だわ。日本の近海でも見られるので、ダイビングに行く人は近海に生息しているか調べてみて、ぜひ探してみてほしいぜ。では次だな。お次はこの子、オオミミヨタカを紹介するぜ。この子はヨタカ科のヨタカの一種だ。南アジアと東南アジアで発見され、スリランカやインド、ミャンマー、フィリピン、タイなどに広く分布しているぜ。はい？うわ、どういうこと？ドラゴンの子供みたいな生物。そうそう、この子はネットで写真が出回って、まるでドラゴンの子供みたいだと有名になったんだぜ。もちろん本当のドラゴンなんかじゃないわよね。ヨタカの一種って言うけど、ヨタカって何の生物？全身像を見れば、何の生物なのかわかるはずだぜ。ああ、この子、鳥だったのね。そう、ヨタカは鳥類の一種であり、この子はそのうちの一種なわけだ。また、ヨタカ科の中でもこの子は最大の種であり、体長は31から41センチメートルにもなるぜ。体重は130から150グラムほどと、重さについてもヨタカ科の中でトップクラスだ。棒状の長い翼、棒状の尾、横たわっている長い耳房があり、白い喉の帯があり、これがまるで顎のように見え、ドラゴンのような顔を形作っているぜ。あ、そういうことか。その白い線って顎を縁取ってるんじゃないのね。そこまでが顔に見えて、ドラゴンとか爬虫類っぽい形の顔に見えてたわ。よくよく見たら、目と同じ高さにくちばしがあるじゃないの。気づいたら途端に鳥に見えてくるわね。私も同様に最初は騙されたぜ。目の前から見れば、白い線は首元の帯でしかないこと、くちばしもはっきり見えて鳥類だということがわかるぜ。これならどう見ても鳥類ね。この子は鳥類ではあるが、フクロウなどと同じように夜行性であり、暗闇に覆われた森を歩き回って狩りを行いながら生活しているぜ。こんな感じで木の枝に対し平行に止まり、羽の音を立てずに静かに飛ぶことができるという特技を持っていたりもするんだ。あら、なんか不思議な姿勢ね。枝に体を平行にするって何か意味があるの？おそらく、これはカモフラージュの一種だろうな。カモフラージュ？この姿勢や、この子の角張った頭という特徴的な体は、進化の結果見えた特性であり、擬態の効果があると考えられているんだ。この姿は落ち葉、もしくは鎖蛇に擬態しているという説があるんだぜ。落ち葉に蛇か。蛇ってのは納得だわ。ドラゴンみたいに見えたわけだし、蛇にも似てるわよね。羽毛のためもこもこしていて可愛らしく見えるが、仮にこれが鱗だとしたら、間違いなく爬虫類に見えるはずだな。ああ、容易に想像できるわね。ドラゴンっぽい見た目の鳥、まさかこんな子が実在するとは思わなかったわ。では次だな。お次はこの子、ヒョウモンダコを紹介するぜ。この子はマダコかヒョウモンダコ属に属するタコの一種で、ヒョウモンダコは総称となっているぜ。今回はその代表であるヒョウモンダコ、オオマルモンダコについて解説するぜ。うわ、なにこのタコ。半紋がなんか気持ち悪いんですけど。そこがいいんじゃないか。この半紋こそがこの子の特徴だぜ。この子は他のタコと同様に体色を素早く変化させることができてな。周囲の岩や海藻に擬態するが、刺激を受けたり天敵に出くわして興奮すると、青いは野戦の模様のある明るい黄色の警告色に変化するんだ。ってことは通常時は全然違う姿なの？ああ、通常時はこんな見た目でな。周囲の岩や海藻に擬態して身を隠しているんだぜ。は？どこにいるの？確かにいるんだが、もはや溶け込みすぎて写真じゃ判別不可能なんだぜ。マジかよ。すごい擬態だわ。わかりやすい写真はこちらかな。おお、こっちはわかるわね。確かに擬態もしてるし、斑紋も出てないわ。ちなみに和名はその斑紋による模様がヒョウ柄を思わせることに由来するぜ。ヒョウのような文様だからヒョウモンダコと。そういえば、この黄色の体色は警告色って言ってたわね。つまりこいつは毒を持っているってことかしら。ああ、そうだ。この子は2種類の毒を唾液腺に含み、それぞれを使い分けるという習性を持っているんだぜ。2種類の毒ですって？一つはハバロトキシンという毒で、これは甲殻類を麻痺させる効果を持つぜ。この子は肉食性でカニやエビなどの甲殻類を捕食するんだが、この毒を海水中に放出することであらかじめ獲物の動きを奪い、捕食に伴うリスクを減らしているんだ。ほうほう、この毒は攻撃用なのね。じゃあ、もう一つは？もう一つは、フグと同じ毒であるテトロドトキシンだぜ。うわぁ、フグ毒か。これは危険なやつね。この子は身の危険を感じると毒入りの唾液を吐いたり、噛みついて注入したりするぜ。噛まれた生物はテトロドトキシン中毒により麻痺し、死亡することもあるほどだ。つまり、人間も噛まれたりして危険ってこと？だぜ。たびたび海水浴客がこの子に噛まれるという事故が発生しているんだ。噛まれると最悪の場合死に至るということで、目撃されたら必ず注意喚起されているくらいには危険な存在なんだぜ。さすがはフグ毒。なかなかに強烈ねえ。あれ、でも、今回の題材は食べたら大変なことになるって話じゃなかった？あ、いや、確かに食べたら当然やばいんだろうけど、こいつの場合、食べようとする人なんていないんじゃないの？それがそうでもないぜ。この子は唾液腺を取り除けば食べることができると昔から言われてきていて、実際に食べている人もいるんだ。ああ、なるほど。これもまたフグと一緒ってことか。ちゃんと調理すれば食べられるのね。と、みんながみんなそう思っていたんだが、現実は違ったんだぜ。従来、唾液の身にテトロドトキシンが含まれていると考えられていたが、2018年9月の日本水産学会にて、その常識が覆されることになったぜ。長崎大学水産環境科学総合研究科のグループが報告した内容によると、筋肉や体表にも含まれていることが判明したという話なんだ。これにより、今では触れないようにするだけでなく、食したりしないようにも注意喚起が行われるようになったんだぜ。全身に毒があるってこと？そりゃあ、どうやっても食べたらやばいことになるわね。昔からネット上では、唾液腺を取り除いた上でヒョウモンダコを食べてみたとするレポートや、それに類する動画が上がっていたぜ。ひえ？知らず知らずのうちに実はやばいことをやっていた、みたいな動画になってしまってるじゃないの。そうなるな。霊夢、決して同じようなことはしないようにな。そもそもこんな気持ち悪い模様のタコを食べようだなんて思いもしないわよ。では次だな。お次はこの子、ロージーメイプルモスを紹介するぜ。この子はヤママユガ科のガの一種だ。主に北アメリカに分布しているぜ。ひえー。なんじゃこの化け物は。現実にいる生物の色じゃないでしょ。ここまで綺麗なピンクの体色の子はそうはいないだろうな。もふもふした毛並みといい、最高に可愛いぜ。最高にやべえよ。こんなに鳥肌立ったの久しぶりだわ。ただでさえこんな体色の生物いないのに、その体色をガが持つとか。しかも、毛がモフモフしたがとか最悪に最悪が掛け合わさっていっそ最強だっての。おお、霊夢もわかるか。本当にこの子の可愛さは最強クラスだぜ。いや聞けよ。お顔も本当にキュートで多くの人がメロメロにされているんだぜ。ひええ。こっちみんな。まあまあ、そう言わずにちゃんと見てくれ。指に乗せんな。ちょこんと乗っている姿もまた可愛らしいぜ。見てわかる通り、この子はそこまで大きくはない。オスもメスもだいたい 4cm 前後であり、メスの方が若干大きい個体が多いとされるぜ。温帯の落葉樹林や近くの郊外地域、都市景観なんかでもよく見られる一般的な蛾だ。特にカエデの木で見られ、また、非常に特徴的なバラ色の体色からロージーメープルモスと呼ばれるようになったんだ。バラ色。バラっていうよりは桃色だけど、今では、特に日本ではバラというと赤よりの色を想像しそうになるが、海外など一般的にはバラのイメージはピンクだし、バラ色はピンクに近いものとなるんだぜ。へえ、そうなのね。あ、もしかしてこいつってそのバラに擬態してるとか、そうじゃなくても警告色とかなのよね。さすがにこの体色で何の意味もないとか絶対に納得できないんだけど。いい推測だな。だが、残念ながら少し違うぜ。この子は自分の姿を隠すため、擬態するためにこの体色を持つように進化したと考えられている。何に擬態しているかといえば、それはカエデの実だ。カエデの実はこのようにバラ色であり、完全にこの子と同じ色をしているんだぜ。なるほど。カエデの実ってこんな色になるのね。種によってはな。当然、この子が生息している場所に生えているカエデの実はこの色となっているぜ。また、カエデの実は毒はなくとも渋くてまずくてとても食べられたものじゃない。おそらくこの子の天敵である鳥なども食べようとはしないんだろう。そんなまずいものに擬態できれば自然と自分を守れると。よかった、この体色で全く理由がないとか言われたらどうしようかと思ったわ。納得できたようならよかったぜ。では次だな。お次はこの子、紫シャチホコを紹介するぜ。この子はシャチホコ科の蛾の一種で、日本全国の山中に分布しており、大体4から9月頃によく見られるぜ。どこに？どこって、ちゃんとそこにいるじゃないか。はぁ、何言って？これ、枯葉の山の写真だけど、まさか、この中にいると、嘘でしょ？まったくわからん。どこをどう見ても枯葉しか見えん。霊夢が惑わされるのも無理はないぜ。仕方ない、ではこっちの画像で紹介するぜ。どう見ても、丸まった枯葉。丸まった枯葉に見えるだろうが、この子はれっきとした生物だぜ。枯葉じゃない、だと？嘘、これ、本当に生き物なの？この写真なら可愛い顔も足も見えるし、蛾だってことがわかるはずだぜ。こんな奴が、日本にいるなんて。大きさは大体2から3センチメートルで、羽を開いた場合の幅は5センチメートル前後。そこまで大きくないことも幸いして、本当に落ち葉にしか見えず、動いていないとまず見落とすことになるはずだ。そうよね、絶対に気づかない自信があるわ。もしかしたら、私も見落としていただけで出会っていたかもしれないわね。最初の写真なんて、いるって言われてもわからないくらいだし、先に言われてないとまず気づけないわよね。そうだな、あらかじめそこにこの子がいるとわかっていれば、ある程度、違和感でわかるだろうが、そうじゃなければちょっとやそっとじゃ気づけないはずだぜ。いやー、これは本当にすごいわ。私の嫌いな蛾だってことを忘れて見入っちゃうくらい。これ、どういう羽になってるの？そんな変な形の羽でこいつ飛べるの？模様で枯葉っぽくしているのはわかるけど、羽が丸まってるのよね。通常の蛾と同じように平面的な羽だぜ。見事に水分をなくして丸まってしまった枯葉に見えるが、実はこれは丸まった葉に見える模様なだけで、完全な平面的な羽なんだ。真上から見ると、こんな感じだ。きっつ。でも、なるほど、確かに、平面的な、羽を広げた姿はこちらだ。じゃあ、蛾じゃないの。最初から言ってるだろう。そうだったわね。最初から蛾だったわね。だが、その気持ちはよくわかるぜ。どの角度から見ても、羽を広げてないと蛾には見えないものな。こうやって見れば、ちゃんと蛾だし、そして普通の形の羽をしていて、模様によって丸まった枯葉に擬態していたのがよくわかるだろ？こうやって見たら疑えないわ。本当にこいつ、すごい擬態じゃないの？丸まった枯葉に擬態とか、ありえないでしょ。どう進化したらこうなるんだか。では次だな。お次はこの子、ハイペレキアを紹介するぜ。この子はムシヒキアブかイシアブ赤のアブの一種だ。こちらは属名であり総称となっているぜ。アフリカとマダガスカル地域で見られ、世界では約15種、アジアでは2種のハイペレキアが見つかっているぜ。体長は22から 35mm と小さくはあるが、体の比率が大きくて、腹部が特に広く、非常に迫力がある見た目となっているぜ。いや、それよりも毛よけ。ずんぐりしたアブってだけで気持ち悪いのになんでそんな毛が生えてるのよ。足だけじゃなくて、なんか羽の生え際にも毛が生えてない？お気づきか。その通り、この子は至るところから毛が生えていることで知られているんだぜ。足の全部分にふさふさな毛、触覚の上部にも剛毛と、全身余すところなく毛が生えているんだ。個人的にはレイムが言っている羽の生え際部分の毛がお気に入りだな。種によってはこんな感じで色味が違っていたりとおしゃれな部分となっているんだぜ。うわぁ、色違い。どこがおしゃれやねん。きつすぎるわ。というか、これ、やっぱりアブっぽくないわよね。なんでこんなに毛が生え散らかしてるのよ。これはおそらく擬態ではないかと考えられているぜ。体の大きさに頑丈な毛はキシロコパ属のハチを思わせる。こちらの子はなかなかに攻撃的な性格の持ち主であり、この子に擬態して身を守っているのではと言われているんだ。へえ、このハチにね。真っ黒なところといい、毛がモフモフなところといい、確かに似てるか。擬態するくらいなのでこの子は攻撃能力は高くない。その代わりに興味深い生態を持っていたりするぜ。その生態から、この子は強盗バエなんて呼ばれ方もするくらいなんだ。強盗？そんな呼ばれ方するってどんな生態なのよ。なぜ強盗なのかといえば、この子の幼虫は土中や朽木中に住み、甲虫の幼虫など他の昆虫を捕食して育つこと。そして、成虫時は他の昆虫を捕らえ、体液を吸って生活する。結果的に他者の命を密かに奪っていくという習性から強盗なんて呼ばれるようになったらしいぜ。体液を吸うって嫌なタイプの虫ね。ああ、そうそう、名前でもう一つ面白いことを思い出したぜ。ハイペレキアの中にはこんな見た目の子もいてな。ひえ。なにこれ、白黒が逆転してるんですけど。そう、先ほどまで見せていたことは違い、黒い体に白色の毛を持つ子もいるんだ。海外ではこの子をパンダハエなんて呼んでいる人もいるようだぜ。パンダハエ。確かに色合い的にはそうだけど、パンダ的な可愛らしさがみじんもないわね。どこからどう見てもパンダみたいに可愛らしいと思うんだがな。では次だな。お次はこの子、マンゴー稲妻を紹介するぜ。この子は稲妻鳥属の鳥の一種、その幼虫だ。スリランカ、インド及び東南アジアに生息し、名前にもある通り、特にマンゴーの木に多く見られるぜ。多く見られるって、鳥の幼虫ってことはイモムシかケムシよね。どこにもそんなのいないんですけど、どこにいるのよ、そのマンゴー稲妻ってやつは。ちゃんとそこにいるぜ。どこ？ああ、まさか、これ、ど真ん中にいたの？ああ、堂々とこの子は写真のど真ん中にいたんだぜ。これ、まさか葉っぱに擬態している毛虫ってこと？その通り、擬態していない場合の姿はこちらだ。やばい、やばすぎる毛虫だわ。放射線状にトゲが伸びていて最高にクールな毛虫だよな。いや最高におぞましすぎるでしょ。とまあ、この子は幼虫の時はこのように特殊な形状、姿をしていて、見事にマンゴーの葉に擬態して身を守って生きているんだぜ。擬態のレベルは凄まじいわね。こりゃまた、すごい。背筋にまっすぐに白い線が走っているところとか、あとトゲなのか突起なのかわからないけど、放射線状に伸びてる部分も葉脈に見えるわね。やっぱり、この角度だと完璧だぜ。この写真が一番すごい。完全に葉っぱに擬態してるわ。普段はこのように葉っぱに張り付いてじっとしているぜ。天敵は鳥とかなわけだが、空から見れば完全に葉っぱと同化して、見つかることはないだろうな。動き出すとこんな感じで、さすがにわかりやすく目立つけどな。ひえ？顔があった。可愛らしい顔だろう？こうやって見ると、お顔も非常にキュートであることがわかるな。サイズとしてもだいたい5から7センチメートルくらいで程よい大きさだぜ。うわ。下の方は完全にただのイモムシじゃないの。イモムシがトゲトゲを背負ってる感じなわけね。こいつ、この毒々しいトゲといい、やっぱり毒があるのよね。というか、ないと言われても信じられない形状だけど。そうだな、霊夢の直感は正しくはある。この子たちが生息している現地の住民たちの多くも、この子が毒を持っていると考えて接しているぜ。だが、実はこのマンゴー稲妻は無毒なんだぜ。信じられん。まあ、ただ、やはり霊夢たちの直感も正しくはあってだな。今、紹介したマンゴー稲妻以外にも稲妻鳥は何種類もいて、皆に多様な幼虫姿をしているんだ。同じような見た目の幼虫が他にもいると？せっかくなので続いてマンゴー稲妻の仲間も紹介しておくぜ。この子はモニナ稲妻といってな、マンゴー稲妻とは若干姿が違うが、同じタイプの体を持っているんだ。確かに本体部分はスマートだし、マンゴー稲妻と同じ雰囲気を持っているわね。この子、モニナ稲妻を中心に、多くの稲妻鳥の幼虫の毛には毒があるんだ。特にこの子の毒はそこそこ強くてな、とある実験では皮膚に触れると疼痛をもたらし、10分後に皮膚炎が出現し、48時間後にはそれが幼虫の形に浮き出るほど進行したらしいんだ。ひえー、こっぱ、皮膚炎で幼虫の姿が浮き出るとかやばすぎでしょ。こいつら、擬態がうまい上に毒を持つとか勘弁してほしいわね。絶対、気づかずに触っちゃって、毒に侵される人とかいるでしょ。そうだな、間違って潰しちゃったりしたら、かわいそうだからな。注意してもらいたいところだぜ。毛虫の方を心配するのね。知ってたけど。では次だな。お次はこの子、アルセヌラを紹介するぜ。この子は南アメリカに生息しているガの一種であり、奇妙すぎる見た目で知られるようになった子だぜ。奇妙すぎるどころじゃなくない？その頭の方から伸びてる触手は何？どういうこと？見事な装飾だよな。もちろん触手みたいに自らの意志で動かせる器官ではなく、この子のこれは単なる突起だぜ。触手じゃないとしたら、一体なんでこんなものが生えるように進化したのよ。さすがにこれは何か重要な意味があるんでしょ？ああ、そうだな。この子はどうやら捕食者の興味をなくさせるために、自分の魅力を失わせるように進化したようなんだ。ほほう、つまり、まずそうに見せているってこと？それに近いな。この子のこれはとある心筋に侵された生物を模倣しているものと考えられているんだ。簡単に言ってしまえば、寄生虫に蝕まれている生物を擬態しているということだな。ああ、そういうこと。寄生虫にやられている生物なんて、そりゃ誰も食べたいなんて思わないものね。そうだ、そんな状態の子を食べたら、その寄生虫を自分の体内に入れることになるからな。普通の生物は本能的にもそれを避けるんだ。擬態していることを証明するように、この子には攻撃能力や直接的な防御能力はないぜ。針などはないし毒も持たないんだ。無力だからこそ擬態してそもそも襲われないようにしているってことか。このまがまがしさ、どう見てもヤバくて人間も近寄ろうとはしないでしょうし、捕食者以外にも有効よね。恐れ入ったわ。では次だな。お次はこの子、モンムスギヌカギバを紹介するぜ。この子はカギバガ科のガの一種だ。主に東南アジアに生息している子であり、羽の模様が芸術的ということで一躍有名になった子だぜ。おーおー、今度は変な羽のが。とにかくわからないけど模様が特殊だわ。すごい、これ、模様とかそんなんじゃなくて、もはや絵じゃないの。白地に何か絵が描いてあるみたい。この奇妙な絵は一体、何か虫が複数いるみたいに見えるわね。この羽の模様はとあるものを擬態しているだけじゃなく、とあるシーンを擬態していて、非常に珍しいものとなっているんだぜ。あるものを擬態しているだけじゃなくて、とあるシーン、つまり、何かの場面を切り取った絵ってこと？だぜだぜ。この両端の茶色や黒そして赤の模様はハエを、そして中央部分の茶色はうんこを模していると考えられる。ハエにうんこ。うんこに擬態って最悪な話ね。だとして、うんこは、まあなんとなくそう見えるけど、ハエの方はどうかしら。言われればわかるけどって感じ。この子の生息域にいるハエと見比べれば、どれだけハエっぽいのかがわかるぜ。こうやって本物のハエと並べるとどうだ？おーおーおー、確かに模様の方もハエに見えるわね。つまるところ、この子は現地のハエに見立てた模様で擬態することで、より説得力を持たせるように進化したというわけだな。そりゃそうよね、近くにいる生き物に似せないと、擬態の効果がなくなる可能性もあるものね。こりゃすごいわ。確かにハエとうんこが羽に描かれているわ。ああ、なるほど。さっきのとあるシーンを切り取ったって話、理解できたわ。つまり、このハエがうんこに集まっている場面を模しているってことなのね。ご明察。この子の模様は、2匹のハエが鳥の糞に群がって食事しているところを表現していると考えられているんだ。では、なぜ、このような擬態をしているのか。モンムスギヌカギバの天敵の多くは、鳥の糞に群がる昆虫を避ける傾向があることがわかっている。糞は潜在的に病気と直結するため、避けていると考えられているぜ。ああ、そういうこと。そりゃうんこを食べる昆虫だって分かっているのにそれをわざわざ食べようとはしないわよね。その天敵も合理的だけど、こいつの模様も合理的だわ。そうだろうそうだろう。ちなみにこの子の擬態はそれだけじゃないぜ。他にも何かあるの？なんと、この子は見た目だけじゃ満足しなかったのか、匂いまで擬態するように進化したようなんだ。つまり、実際の鳥の糞によく似た刺激臭を放つらしいぜ。うんこの匂い。動画なので直接感じてもらえないのが残念だぜ。いやいやいや誰もそんなもんか擬態とか思わないから。さてと、ちょうどうんこの話が出てきたので、後半戦はうんこ祭りといこうかな。は？うんこ祭り？ではここからは後半戦。うんこに擬態をする子を紹介していくぜ。うんこに擬態する生物ってマジ？お次はこの子、群青オオコブハムシを紹介するぜ。ハムシア科のコブハムシの頭縁の子で、ポロプレウラという種の昆虫だぜ。古くはフルチーダックスという俗名でくくられていたが、これはシノニム。正しい学名ではない名前のようで、ポロプレウラという学名が正しく定まった経緯があるぜ。この子の分布域は限られ、熱帯地方のみとされる。だが、同種の昆虫であれば南極大陸を除く他の全ての大陸に分布していることがわかっているぜ。え？これ、本当に存在する生物？もちろん実在する子だぜ。むっちゃ輝いてる。むっちゃ強そうな見た目。ゲームで敵モンスターとして出てきても違和感ないわよね。しかもこのメタリックな体、絶対レアよレア。虫系のモンスターとして出てきそうな見た目だよな。クォータービューで見ると、さらにモンスター感が増すぜ。RPG で戦っている光景が想像できるわ。この体のデコボコがなんとも異世界感があるわね。わかるぜ。背面のコブ状のデコボコがこの子の特徴であり、これが擬態の機能を持っていると考えられているんだ。擬態。そうだった、擬態。うんこに擬態するって話だったけど、この子がそうだっていうの？ああ、そうだぜ。この子は外敵を発見すると、足や触覚を折りたたんで芋虫の糞に擬態するという習性を持つんだぜ。芋虫の糞？いやいやいや、こんな輝かしい糞はないでしょ。絶対、擬態できてないでしょ。天敵となる鳥にとって、形が重要であり色や光沢は関係ないのかもしれないぜ。そういうものなのか。色味によって効果が疑われるというのはわかるぜ。だが、間違いなくこの子は糞に擬態しているはずでな。実はこの子には禁煙種がいて、そちらの子も同様に足や触覚を折りたたんで芋虫の糞に擬態するという習性を持つんだぜ。禁煙種？こちらは和名が与えられていないが、同族の子でポロプレウラバッカというぜ。ほー、さっきの子の赤バージョンじゃないの。並べるとこうなる。完全に色違いの個体にしか見えないほど似ているぜ。色違いとか、ますますモンスター感が溢れてきたわね。左の方がレベル高そう。RPG に絶対出てくるよな。ああ、そうか、こっちの子の体色ならくらいし確かに糞に見えるかもしれないわ。ああ、そういうことだ。それゆえにやはり群青オオコブハムシもイモムシの糞に擬態していると考えられているんだぜ。なるほどね。うんこに擬態する生物が本当にいるとはね。まだ驚くには早いぜ。この子以上の能力、精密にうんこに擬態する生物はたくさんいるんだ。次からはさらにヤバい見た目の子を紹介するぜ。一体、どんな奴らが出てくるの？お次はこの子、波アゲハを紹介するぜ。アゲハチョウ？そう、誰もが知っているアゲハチョウだぜ。ちょっと、何の冗談よ。このアゲハチョウのどこがうんこなのよ。もちろんこの成虫の姿は違うぜ。このアゲハチョウの幼虫の姿が実はうんこのようなんだ。嘘でしょ。またまた冗談を。だって、アゲハチョウの幼虫ってこいつよね？そうだな、誰もが知っているイモムシ。アゲハチョウの幼虫はこの姿だ。でも、この姿は襲霊幼虫の姿、要するにサナギになる直前の姿でしかないんだぜ。襲霊幼虫？サナギになる前がこの姿ってだけで、もっと前は違う姿なの？そうなんだ。このイモムシの姿が有名だからか、アゲハチョウの襲霊前の弱霊幼虫の姿はあまり知られていないんだよな。こちらがそのアゲハチョウ、波アゲハの弱霊幼虫だぜ。これは、確かにうんこっぽいわね。こっちの比較画像だともっとそう感じるはずだぜ。ひえー？この白と茶色の入り混じった体色、あたかも鳥の糞に見えるだろ？おう、これはすごいわね。どう見ても鳥の糞ね。まさか、あのイモムシ姿の前がこんな姿だとは。この子、生まれてからこのように鳥の糞に擬態した姿なんだ。葉っぱの上でじっとしていれば、どう見ても鳥の糞。こうすることで外敵である鳥などから襲われる可能性を低くしているようだぜ。これはなかなかの生存戦略ね。ちなみに波アゲハ以外のアゲハチョウも同じだ。他のアゲハって、もしかして黒アゲハとかも？その通り。今回は続けて、波アゲハ以外にも2種類のアゲハを紹介するぜ。この子は先ほど霊夢が挙げていた黒アゲハ、その成虫だ。いつ見ても綺麗な羽だぜ。そうね。子供の頃はよく見たし、よく追っかけたものだけど、今、こうやって見るとこんな大きかったっけって、ちょっと引いちゃうわね。では、肝心の幼虫の姿がこちらだぜ。見事な白と茶色。続いて、こちらはモンキアゲハ。まずは成虫だな。黒アゲハに近いけど、色味が違うわね。それに端っこの赤い部分が眼状紋っぽくてきついわ。そして、幼虫の姿がこちらだぜ。おお、これも見事なまだら模様。こんな感じでアゲハチョウは種族として、鳥の糞に擬態する進化をたどってきたんだ。先ほど霊夢も言ったが、見事な生存戦略だと思うぜ。ここまで似てるのはすごいわね。またまたイモムシだってことを忘れて感心しちゃったわ。ではイモムシだと思い出しておこうか。ドアップやねー。では次だな。お次はこの子、クワ子を紹介するぜ。この子はカイコガ科のいわゆるガの一種。カイコの祖先とも言われていて、クワゴとも呼ばれるが、カイコに対してクワ子と呼ばれているんだ。この白と黒と茶色。確かにうんこ、特に左側の丸い部分なんていかにもじゃないの。さっきのアゲハと同じタイプか。クワ子ってのは初めて聞くわね。あまり知られていない子だし無理もないぜ。ただ、もしかしたら成虫は見たことあるかもしれないな。見たこと？あ、全然そういうのないと思うから見せなくても。クワ子の成虫の姿はこちらだ。ひぃ。めっちゃ嫌なタイプのが。嫌じゃないタイプのがとかいないけど。こんなに可愛いのによくわからないことを言うやつだな。ぐぅ。その触覚、キモすぎでしょ。なんか見覚えあると思ったけど、さっきのロージーメイプルモスに似てるのか。どっちにしろきついわね。サービスカットはこの辺にして。この子もアゲハと同じく、弱冷幼虫の時はこのように鳥の糞に擬態して身を守っているんだ。葉の上でじっとしていると、大きさも模様も本当に鳥の糞に見えるぜ。いやー、その頭の方の白っぽいところと、盛り上がったところがまさに糞って感じよね。感心するだろ？でも、クワ子の凄さはこれだけじゃないんだぜ。はぁ、どういうことよ。弱冷幼虫の時は鳥の糞に擬態するが、さらに成長した時、今度は木の枝に擬態するようになるんだ。これは、確かに枝に見えるわね。大きくなるにつれて鳥の糞に見えなくなっていくからな。成長に応じて擬態するものを変えているんだろうぜ。これまたなかなか考えられた生態って感じね。またイモムシってこと忘れてたわ。と思ったので、秋麗幼虫の姿も用意したぜ。うっぱ、アゲハのイモムシの白番って感じじゃないの。これまた気持ち悪い。なんか言ったか？振り向くな。では次だな。お次はこの子、白帯鳥のふんだましを紹介するぜ。これはまた、確かにうんこ。鳥のふんじゃないの。丸さといいポツンとした感じといい、それっぽいだろ？名前も見た目からそのまま付けられているんだぜ。白帯、鳥のふんだまし？鳥のふん、だます？むっちゃ安直なネーミングね。それで、こいつ何の虫なの？形状的にはテントウムシとか、カメムシとかその辺かしら？この姿からはわからないかもしれないが、実はこの子はナゲナワグモ科のクモの一種なんだぜ。これ、クモなの？こうやって見れば、クモだってわかるはずだぜ。ドアップ。でも、確かにこれならわかるわ。本当にクモなのね。白帯鳥のふんだましは一般的なクモと同じく増毛性のクモであり、網を張って餌を取る習性を持つ。基本的に夜行性であり、夕方から活動を始めて網を張って、獲物がかかるのを待つぜ。また、昼間は林道などの草や樹木の葉裏でじっとしているぜ。横から見ればわかりやすいが、敵が来るとこんな感じで足と頭をキュッと縮めてじっと敵が去るのを待つんだ。小動物感があって、なんだか可愛らしいだろ？そうね。ちなみに白帯鳥のふんだましの仲間である、他の鳥のふんだまし属も多くが擬態をするクモなんだぜ。例えば、大鳥のふんだまし。この子も鳥のふんに擬態していると考えられているぜ。黒鳥のふんだまし。同じく鳥のふんだな。そして、ツシマ鳥のふんだまし。この子はテントウムシに擬態していると考えられているぜ。いっぱい言いすぎ。しかも、こいつ、テントウムシに擬態って、それって意味あるの？こんな模様じゃ目立って逆効果じゃない？何言ってるんだレイム。そもそもテントウムシの鮮やかな模様は、一種の警戒色なんだぜ。そうなの？テントウムシは外敵である鳥に、自分は危険だと警告しているんだ。実際、テントウムシは臭くて苦い汁を体からにじみ出させるんだ。鳥はテントウムシがまずいことを本能で知っている、もしくは一度食べて文字通り苦い経験をしているから、食べるのを避けるんだぜ。へえ、知らなかったわ。テントウムシって鳥から避けられていたのね。じゃあ、こいつがテントウムシに擬態するのも納得だわ。鳥のふんだまし、侮れないわね。では次だな。お次はこの子、ツケオグモを紹介するぜ。なにこれ、鳥の糞に擬態しているのは今までの経験で察するけど、なに？名前がツケオグモってことはもしかして、お気づきか。その通り、この子はクモの一種なんだ。正確にはツケオグモの仲間だぜ。ツケオグモってのもまた聞いたことないクモね。日本にはほぼ生息していない種だからな。日本にいるツケオグモでは、こちらの加藤ツケオグモが有名だ。白と茶色の体色。これも鳥の糞に擬態してるっぽいわね。この子の場合はこうやって体を縮めて、鳥の糞に擬態して獲物を待つぜ。あら、獲物を待つ？身を守るためじゃなくて？ああ、下等ツケオグモに限らず、ツケオグモの仲間は一般的なクモとは違って巣は作らず、直接狩りをするタイプのクモなんだ。へえ、直接ねえ。下等ツケオグモ以外のツケオグモなんかはこうやって、自分にクモの糸を巻きつけて白く見せることで、あたかも鳥の糞であるかのように見せるんだ。ああ、この汚れっぽい白いの。クモの糸だったのね。なるほど、これはすごいわね。他にもこんなツケオグモもいるぜ。よく見るとクモの糸だけじゃなくて、周りに黒っぽい破片も散らばっているのがわかるだろ？なに、これ？この黒っぽいのはツケオグモが実際に食べた虫の食べかすだぜ。わざわざ食べかすを周りにクモの糸と一緒に散らばせているわけだ。これはあたかも、食べた虫が未消化のまま排泄されて葉っぱにこびりついた鳥の糞であるかのように見せていると考えられているぜ。ああ、なるほどね。確かに白いだけじゃ鳥の糞っぽくないし、黒いところがあったりするとそれっぽく見えるわね。自分の糸を使うだけじゃなくて、食べかすまで利用するとか、よく考えられているわ。では次だな。お次はこの子、青亀のコハムシを紹介するぜ。これは、また、うんこなのはわかるけど、その黒っぽいところが擬態部分、なのかしら？なんか、また見覚えのない造形の虫みたいね。角度を変えた画像を見ると、よりどんな造形かはわかると思うぜ。ああ、なるほど、本体の上に糞っぽいものが乗っているのね。いや、それより、下側の本体。ちょっと芋虫っぽい？受け付けないのか鳥肌立ってきたわ。残念ながら芋虫ではないぜ。この子は特殊な形をしたハムシ科の昆虫であるカメノコハムシの一種なんだ。カメノコハムシ？マジで聞いたことない虫ね。成虫はこんな感じだぜ。なるほど、カメノコ。確かにカメっぽい見た目しているわ。生態としては特殊なことはなく、植物の葉を食べる虫で種によってそれぞれに決まった植物につくぜ。普通は葉の裏に止まっているので、葉に食痕があるのを目当てにそっと裏返すと発見することができると言われているんだ。ちなみに動きは鈍く、近づいてもあまり飛んで逃げたりしないし、警戒心が弱いタイプの昆虫なんだぜ。こんな感じで特徴のない昆虫ではあるが、幼虫時は特殊な習性を持っているんだぜ。その特殊な習性というのが、まさにこのうんこなんだ。は？どういう意味？さっきレイムが言ったように、本体がちゃんとあって、その上に黒いものが乗っているだろ？そうね。ちょっと近づけすぎ。この黒い部分、今まで紹介した子たちのように体の一部が擬態しているわけではないんだ。実はこの上に乗っているものは、本物のうんこなんだぜ。は？この子は幼少期、脱皮したりうんこしたりした後、自分の脱皮殻やうんこを固めて、こうやって自分のお箸に残す習性があるんだ。何よ、これ、自分の糞だったの？つまり何？自分のうんこを使って自分をうんこに見せて、外敵から襲われないようにしてるってこと？その通り。究極のエコだぜ。エコっていうか、まあ、確かに本当のうんこを使うんなら、擬態にはもってこいだろうし、効率いいけど。なんというか、どうしてそんな習性を持つように進化したのかしらね。どう考えても自然といるような習性じゃないでしょうに。全く同感だぜ。そして、そんな不思議さがたまらないよな。昆虫にはこういった進化論では説明できないような習性や姿を持つ子も多くて困っちゃうぜ。嬉しそうに言うわねえあんた。では次だな。お次はこの子、虫クソハムシを紹介するぜ。本物のうんこ？こうやって引きの写真で見たらそう思っちゃうよな。おそらく実際に葉っぱについていても、同じように見過ごすんだろうな。ちゃんと、れっきとした昆虫だぜ。アップの画像はこちらだ。うわ、キモ。これまた見たことない昆虫だけど何者なの？この子、虫クソハムシはハムシ科の昆虫の一種。本州、四国、九州に広く分布しているんだぜ。虫クソハムシってまさかだけど、虫、クソ、ハムシってこと？まさかね？いい名前だろ？漢字ではこんな感じで、もしくはこんな感じで書くぜ。やっぱりまんまね。いやでも、名前通り、この質感やデコボコ感とか色合いとか、あと円柱っぽい形状とか動物の糞にしか見えないわね。動物で言えばウサギとかの糞に近いか。だが、この子はきちんと生態に沿ったうんこに擬態しているんだ。ズバリ、これはイモムシの糞に擬態しているんだ。イモムシの糞はこんな感じだぜ。うわ。さっきの虫クソハムシじゃなくて？虫クソハムシはこちらだ。うわぁ、すごい。こりゃ完全にイモムシの糞と同じ見た目じゃないの。どれだけ虫クソハムシの擬態が優秀なのかわかっただろ？これは見分けられる自信がないわ。そんな優秀な虫クソハムシだが、さらに特殊な生態を持っているんだぜ。まさにこの昆虫の一生はうんこと言っても過言じゃないんだ。何言い出したんだこいつ。うんこな一生って、一体どういう意味よ。まず、虫クソハムシの卵。成虫が産んだ卵はそのままにすることなく、なんと自分の糞を卵にこすりつけてコーティングして、卵をうんこに擬態させるんだぜ。ええー、何その習性。こうすることで卵を外敵から守るんだろうな。効果的なのか、うんこコーティングさせた卵はそのまま葉の表に無造作に置いていくんだぜ。うんこコーティングに自信を感じるわね。そして、この卵が孵化して幼虫が出てくる。そこでもうんこは切り離せない。まだあるの？孵化した幼虫は、うんこコーティングされた卵の殻を再利用するんだ。うんこの殻を自分の家にして、まるでヤドカリのようにうんこの殻に入って身を守るんだぜ。はぁ、何その習性？うんこの家ってこと？素晴らしいマイホームだよな。うわ、ドン引き。ちなみにまだうんこは続くぜ。まだ続くの？当然だが成長していったら幼虫の体は大きくなるよな。これまた当然だが元のうんこの家は手狭になるよな。そうでしょうとも。それでどうするの？手狭になるんだから当然、家を改築。いや、増築するんだよ。成長するにつれてうんこの家に対して、自分が出してきたうんこを継ぎ足して継ぎ足して、どんどん増築していくんだ。うっぱ、本当にうんこと切っても切れない関係なのね。こうして成長し、成虫になると今までのうんこの家から出て、一人前に巣立ちをするんだぜ。人生を感じるよな。いや、全然感じないけど。ちなみに幼虫の時は、こんな感じでうんこの中から顔だけ出して歯をむしり、うんこしては家を大きくして、体も大きく成長していくんだぜ。神秘を感じるよな。いや、全然感じないけど。それより、あれ？もしかして中身の本体、気持ち悪い感じじゃない？これ？可愛らしい感じだから安心してくれ。どこが可愛らしいんじゃい？どう見ても気持ち悪い虫じゃないの。たまったもんじゃないわよ。この可愛らしい見た目といい、うんこの家にこもるシャイな性格といい、ほんとたまらないよな。そういう意味じゃない。まだまだうんこな子たちを紹介していくぜ。最後の最後はあの検索してはいけない言葉にも選出されているほどのヤバい子を紹介予定だ。はぁ、検索してはいけない？ここからさらにヤバくなってくってこと？そういうことだ。最後まで付き合ってくれよな。お次はこの子、一文字カメノコハムシを紹介するぜ。カメノコハムシ？さっきの青カメノコハムシの仲間なの？ああ、そうだぜ。見た目もそっくりだろう？フォルムがほとんど同じだわ。この白い感じと黒い部分のコントラスト。これは、今までの経験から言って、鳥の糞に擬態しているってことだろうけど。その通り、この子は鳥の糞に擬態している、もしくは葉っぱの食い穴に擬態していると言われているぜ。青カメノコハムシと違って、こっちは成虫の方がうんこに擬態しているってことかしら。うんにゃ、違うぜ。この子の場合は成虫も幼虫もうんこに擬態しているんだぜ。両方？こちらがこの子の幼虫の姿、うんこを背負った姿だぜ。はぁ？何この、背負ったうんこが暴走してない？お、いい表現だな。わかるぜ、そう言いたくなるくらいに素晴らしい造形だよな。このように一文字カメノコハムシの幼虫も、自分の抜け殻とうんこを固めたものを背負って生きているんだぜ。ほんとなんて業の深い習性。案外、理にかなっている習性なんだぜ。完全にうんこなわけだから天敵からは狙われにくくなるし、自分の体から自然と出したものを盾に仕立てるんだからな。そりゃわかるけど、青カメノコハムシと同じだし。一応、違うところもあるぜ。この子はお尻の方にうんこがついていて、このように体を反らせて威嚇するような動きを見せるぜ。そして、本体とうんこをよく見せてくれるんだ。嬉しくない嬉しくない。たく。それにしても、青カメノコハムシと同じ習性のくせになんでこんなに形が違うのよ。この出来損ないの触手っぽい細長いのがヤバすぎる。まず本体を見ればわかるがトゲのようなものを持っていて、当然抜け殻もそのトゲ部分が残る。だから、それを元にした盾には触手っぽさが残る。また、この子の糞は棒状になっていてな、それをくっつけていくから、自然とこんな感じで棒を付け合わせたような造形になるってわけだ。こんな感じでお尻を上げてうんこをして、増築していくぜ。見せんな見せんな。じゃあ、ズームだ。人の話を聞きなさいよ。ちゃんと棒状のうんこがわかるだろ？これがこの背負ったうんこの形状の秘訣だぜ。何が秘訣よ。不潔すぎるわ。お、ジョークか？大真面目だって言ってるでしょ。さて、次の紹介に行く前にだ、ちょっと前提を話しておこうと思うぜ。前提って何よ？ここから紹介する子たちはすべて、しかし一種の生き物なんだ。だから、その代表的な子を前提としてまずは紹介しておこうと思ってな。しかし一種の生き物？具体的には首細ハムシと首長ハムシと言われる虫だぜ。代表的な子はこちらだ。これが首細ハムシ？ああ、こちらは首細ハムシの成虫の姿だぜ。でも、こいつはうんこに擬態とか、うんこを背負ったりはしてないみたいだけど。ああ、なるほど。わざわざ成虫って言ったってことは、こいつも幼虫の方が特殊でうんこに擬態するのね。察しが良くて助かるぜ。この子に限らず、首細ハムシと首長ハムシの仲間の多くは、幼虫時にうんこを背負う習性を持っているんだぜ。種族そのものでうんこを背負うとか、絶対祖先が何かして呪われちゃったとかでしょ。ちなみに大体の首細ハムシ首長ハムシの幼虫はこんな姿をしているぜ。うえい、もうこの時点で気持ち悪いんだけど。おいおい、まだ始まってもいないぜ。とりあえず、この姿はうんこをまとっていないすっぴんの姿だ。ちゃんと覚えておいてくれよ。ここから、紹介するのは全て、あるべき姿。全部うんこを背負った姿だからな。本当にこいつら、うんこを背負うっていうの？この気持ち悪い見た目の上にうんこを背負わせるとか、絶対ビジュアル凶悪でしょ。では、この子たちの幼少期、うんこを背負う姿を見せるぜ。まずはこちらだ。お次はこの子、キバラルリ首細ハムシを紹介するぜ。この子は首細ハムシの仲間、その幼虫であり、多くがうんこ色のうんこをちょこんと体に乗せて生きるんだぜ。うんこ色のうんことかどんだけよ。こんだけよ。ひー、密集してる。当然のようにみんなうんこ乗せてるし。この子は北海道から沖縄まで日本全国に生息しており、主にツユクサを主食として暮らしているぜ。幼虫時はこうやって身を寄せ合って集団で生きることが多いんだ。あー、もはやぐちゃぐちゃ。うんこもぐちゃぐちゃになりやすいぜ、この子は。いやー、マジ最低のビジュアルだわ。この色でそれはやめろって。そして成虫の姿はこちらだ。瑠璃の名を冠するように全身黒色で青藍色の光沢があり、羽には点黒列がある綺麗なハムシだぜ。あのうんこ姿からは見つかないくらいにまともね。成虫姿は全然見れるわ。では次だな。お次はこの子、黄色首長ハムシを紹介するぜ。ひー、やっぱり密集してる？この子は首長ハムシの仲間、その幼虫であり、この子も全国各地に分布しているぜ。主に山の芋、鬼どころ、うちわどころなどの葉を食べて生活し、やはりこうやってうんこを乗せて生きているんだ。この頭が丸くて黒いのもキモいし、うんこはやっぱりキモいし、産地が削られてくわ。なら産地が回復するように、見事に整列した綺麗な写真を見せよう。より産地下がるわよ。まだまだいい写真はあるぜ、見てくれよな。ひー、ちょっと、一匹、うんこが立ち上がってるじゃないの。うまくうんこを乗せられない子もいるし、よく落としちゃう子もいるんだよ。そんな不器用なところも可愛いよな。どこがじゃい？そして、成虫の姿はこちらだ。鮮やかな赤色、胸部はやや黒みがかった赤色、頭部、足は黒色のハムシだぜ。ちょっと鮮やかすぎて目に痛いわね。では次だな。お次はこの子、片門首長ハムシを紹介するぜ。うわ、密集してないけど、うんこの量が多い？そうだな、この子は比較的多くのうんこを乗せてることが多いぜ。この子はかなり希少な種で、日本では対馬にしか生息していない大陸系のハムシなんだ。へえ、希少なの。身近にいなくて助かるわ。そんなこと言うなって、いっぱい画像を見れば魅力に気づくはずだぜ。いや、やっぱりうんこの量が多い。見事な色合い、量のうんこだろ？わかった、魅力に気づいたからもう十分よ。大魔が効いたようで何よりだぜ。成虫の姿はこちらだ。片口だけが鮮やかな朱色をしていて、おしゃれ全開のハムシなんだぜ。本当、不思議なくらいに片口だけ赤い体色になっているのね。これまた成虫姿はまともだわ。では次だな。お次はこの子、トホシ首細ハムシを紹介するぜ。なんか半月状のものがいるのはわかるけど、もちろんうんこだぜ。おー、見えた。本体。気持ち悪。うんこ乗せすぎでしょ。もう垂れ落ちそうじゃないの。垂れ落ちるとか言ってて余計気持ち悪くなってきた？この子は見ての通り、さらに多くのうんこを乗せていることで知られているんだ。もはや体の倍くらいのサイズだな。いくらなんでも乗せすぎでしょ。うんこに溺れそうじゃないの？この子たちにとってはそれも本望だろうぜ。嘘つけ。ちなみに成虫の姿はこちらだ。この子は日本全国、また大陸のアジア圏まで広く分布する。体は黄褐色で一般には黒いもんが数個から10個見られるが、ないものもいるぜ。中古の反転と星。中古の星。そこから来た名前なのね。個体によって模様が全然違うとか変なやつもいるものだわ。では次だな。お次はこの子、ユリ首長ハムシを紹介するぜ。はぁ。待って。今度こそうんこしかないじゃないの。何を言うんだ。ちゃんとそこにいるぜ。よりひどくなった?本当にこれうんこを背負った姿なの?うんこが落ちてるだけじゃなくて?この子は本州や九州に分布し、名前の通りユリの葉を好んで食して暮らしているぜ。うんこを背負う首長葉虫としては一流で名が通っているんだぜ。何の一流よ?そりゃうんこを背負ううまさについてだぜ。なんて一流よ。一般的なユリ首長葉虫もそうなんだが、特にヨーロッパにいる欧州ユリ首長葉虫はさらに一流なんだ。欧州ユリ首長葉虫はこのように比較にならない量のうんこを背負うぜ。はぁ、背負う?どこが?完全に埋もれてるじゃないの。うんこの形もわかるし気持ち悪すぎ。まだまだだぜ霊夢。埋もれるってのはこういうのを言うんだ。あばばばばばばば。完全にうんこの塊でしょこれじゃ。やりすぎちゃったんだろうぜ。とまあ、これほどすごいうんこを乗せられるのには訳があってだ。どうやら聞くところによると、この子は肛門が背中にあるために、これだけの量をうまいこと大量に乗せることができるとのことだぜ。背中に肛門?らしいぜ。らしいってのは文献を探しても見つからなくて、ネットの情報だけだから正確な話かはわからないんだ。ただ、これだけ華麗なうんこを見せられると、信憑性は高く感じちゃうんだよな。むしろそうあってほしいというか。肛門が背中にあってほしいとか何願ってんだ。ま、そういう情報はあるんだが確証がないことだけは伝えておくぜ。ちなみに成虫はこちらだ。黄色首長ハムシと同じように真っ赤だったりオレンジの体色をしているぜ。これまた鮮やかだこと。うんこの姿からは想像できないわ。そしてついに最後だな。最後は心してみた方がいいぜ。あんたが言うとシャレにならないんだけど。さっき言ったように検索してはいけない言葉に選ばれた生き物であり、素晴らしい造形をしているからな。感動でむせび泣くこと受け合いだぜ。心してみるってそういう意味で、絶対、あんただけよその反応。では、最後はこちらだ。最後はこの子、イネクビボソハムシを紹介するぜ。何その形。何その膜。中。気持ち悪い。何これ脳みそみたい。いや、脳みそじゃない、ウジ虫っぽい細長いのがいっぱい入ってる。これ何?一体何なのよ。聞くまでもなく、これはれっきとしたうんこだぜ。ですよね。この子はこのように、うんこを粘膜で綺麗に閉じ込めて綺麗な球状にして背負うことが多いぜ。これだけ綺麗なうんこの閉じ込め。感涙するだろ?違う意味で泣きそうだけど?この子は東北、北陸地方など寒冷地で発生が多い昆虫でな。稲の葉を食し、山沿いの水田でたびたび大量に発生しては、食害をもたらし、農家の人に忌み嫌われてきた子なんだ。稲の葉。そりゃうんこ関係なしに嫌われるでしょうね。姿形がこれだけ整っていても、稲を食い荒らされたらな。かわいそうだが、嫌われるのも仕方ないとは思うぜ。さて、そんなイネクビボソハムシだが、食害をもたらすために昔から有名であり、なんと幼虫姿そのものに名前が付けられているんだぜ。それが検索してはいけない言葉。ズバリ、イネドロウイムシというぜ。イネドロウイムシ。この言葉で検索をかけたら、この画像が出てくると。そりゃ、検索してはいけない言葉にもなるわ。せっかくなので補足すると、漢字ではイネドロウイムシと書くぜ。イネはそのままだとして、ドロウイムシの方は、やっぱりうんこを背負っていることを言うのかしら。おそらく生態が分かっていない状態で名付けたんだろうな。その時点では泥を背負っていると思われていたのかもしれないし、見た目的に泥っぽいからという理由だけで付けられたのかもしれん。全く失礼な話だよな。泥なんかじゃなくてうんこだっていうのに。しかも、こうやって摂取してみると整った造形だというのに。近づくなっての。さっきよりキモくない?最後に成虫姿も紹介するぜ。最初に代表例として出したやつね。こいつの正体が検索してはいけない言葉の成虫姿だったのか。この子に関しては他にも素晴らしい写真が世の中には広がっているぜ。気に入った方はぜひイネドロウイムシで検索してくれよな。さりげなく検索してはいけない言葉で検索促すなし。最後に補足しておくが、今回紹介した画像はあくまでも一例だ。動画内でも少し触れたが、個体差はあるし、環境によってはうんこの量や色も違うことがあるぜ。一見するとイネドロウイムシに見えるが、成虫になって全然違う子だった、なんてよくあることだぜ。へえ、その補足、いる?以上。今日はここまで。やっと終わった。なんで今日はこんなに大量にヤバい生物を見せられたのかしら。しかも、なんか見たことないのに全部見たことあるような。ところどころデジャブを感じたわね。気のせいだろう。これからも定期的に総集編として今までの動画をブラッシュアップしてまとめてお届けするつもりだ。復習用、作業用、睡眠用 BGM に活用してくれると嬉しいぜ。総集編。はて？さあレイム、今日はこれで終わりとしようか。そうね。疲れちゃったし早いところ休みましょうか。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたらチャンネル登録、評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。